クッキーです。今回ご紹介する小説はこちらの「朝が来る」という一冊です、えー、こちらはそうですね2人の主人公が、えー、いるわけなんですけれどもざっくり前半と後半に分かれていますでもちろん関わってくるんですが、えー、1人はですね特別養子縁組で子供をもらったお母さんそしてもう一つはその生みのお母さんですね、えー、いろいろ事情があり手放,さざるを得な手放さざるを得なかったお母さん この2人がメインになってその子供が当然絡んでくるわけなんですがその、まあ、詳しいストーリーは本当にぜひ読んでいただきたいすぐネタバレになってしまうんですけれども、えー、家族を持つとか子を持つそして、えー、幸せになるっていうことがどういうことなのかっていうことがこうなんか非常にこの感情を揺さぶられる、まあ、ちょっと時には嫌な感じがしたり苦しくなったりするかもしれませんが考えさせられるそして、えー、なんですかね心に響く一冊でした。 ご興味のある方はお読みになってみてください。メイザブック B with U。